いぶき500系電気機関車大阪用業セメントいぶき500系電気機関車はかつて大阪用業セメントがいぶき工場専用線で使用していた直流用電気機関車である。同専用線廃止後は大井川鉄道に乗とされ同社で ED500 系電気機関車となっている。いぶき501が1956年1月15日付で 日立製作所ミト工場にて竣工し、伊吹502が同年2月6日付で同工場にて竣工した。50トン箱型機で大見長岡駅から分岐していた伊吹工場専用船で使用されていた。形式名の伊吹は同専用船7の由来になった伊吹山から取られたもので、車両中央に大阪セメントの第四印が掲げられていた。 同線のセメント輸送が1999年6月末限りでトラックに切り替えられ廃線となったため同年10月に大井川鉄道へ譲渡された。同社へは同年10月5日から同月6日にかけて輸送された。翌7日に新加奈や車両区で校内市運転が行われた。同社で形式が ED500 型に改められた。生体保存されていた。 当時の502いぶき501は2000年2月22日付で ED501 として竣工し、同月下旬に運用を開始。同年3月18日に新金谷駅で行われた出発式で本格的に運用を開始した。この際、いぶき号運転開始平成12年3月18日と書かれたヘッドマークを装着し、往路では短期で客車3両を検診し、 袋では E103 とのプッシュプルで客車産業を牽引した。一方、いぶき5 0には同4月25日付で ED502 として進行したが、大井川鉄道での営業運転実績はない。2005年2月開港の中部国際空港を埋めたデド車輸送のため、2000年5月に三議鉄道へ転出することとなった。ED501 は太陽。 ED502 は譲渡されることが決定され、同月18日に同社へ搬入され、同年6月10日付で竣工した。その後、三義線での運用を開始した。中部国際空港埋め立て土砂輸送終了後の2003年3月18日、501は大井川鉄道へ返却された。同日、502は車席を抹消され、 西藤原駅構内での生態保存が開始されたが、2014年頃に、ほぼ移され、2015年5月までに解体された。大井川鉄道 ED500 系電気機関車に関する、カテゴリー。三義鉄道 ED500 系電気機関車に関する、カテゴリー。ありがとうございます。